皆さんこんにちは、 B レジェンド上野です。 B レジェンド小林です。今日は、ダンベルで行うキックバックという種目のご紹介です。鍛えられる筋肉で言いますと上腕三頭筋、この辺。このキックバックについては上腕三頭筋の中で特にその収縮の局面に強く負荷がかかる種目です。結構その上腕三頭筋の種目の中で狙える種目って意外と多くなくて、そういった点で上腕三頭筋を包括的に鍛えるためには採用してもいい種目なのかなというふうに思います。それでは動作解説していきます。シートに対して横に立ってもらって、ダンベルを持っていない方の膝をつきます。で、同じように持っていない方の手をシートにつけます。まず第一段階としてそれを脇腹のあたりに引き上げておきます。これがスタートポジションで、ここから肘を伸ばすようにしていきます。ダンベルを後ろから上の方に放り上げるようなイメージで動作を行います。特にその上げ切った時、この時に収縮が非常に強まります。なので上げた時に1秒くらい止めるようなイメージを持つと強度として上がります。ではポイントです。動作としてこの肘の曲げ伸ばしの動作なんですが、それ以外の部位を使えば上げれちゃうんですね。肘の曲げ伸ばし以外でもちょっとこう大振りしてもらいます。こういう感じで肘の固定が甘いと振り上げることができます。そうすることで上腕三頭筋への刺激は減ってしまいますので、肘は固定して動作を行いましょう。はい、続いてポイントです。今は脇腹の位置で肘を固定してもらいました。肘を上にさらに上げた状態で固定をすると負荷として非常に強まります。軽いダンベルしかもしも持っていないような方であれば負荷を調整していただいて結構ですし、肘を高く上げることでさらに収縮位の刺激が強まりますので、あえてメニューに加えていただけるのもありと思います。今回はジムに置いてあるダンベルを使って解説をしたんですが、特に女性の方だったりするともう 500ml のペットボトルだけでも実はかなり強い負荷になります。二の腕を引き締めたいような女性であれば、器具が最悪なくてもそういったもので代用していただけるだけでエクササイズとして成り立ちますので、ぜひそういった形でも試していただけたらと思います。ありがとうございます。